姫路別所駅は兵庫県姫路市別所町別所麻井前家にある西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は JRA82、JR 神戸線の愛称区間に含まれている。日本貨物鉄道姫路貨物駅に隣接した地点に2005年3月1日に開業し、営業キロ上では姫路貨物駅と同一地点に存在する。このため、 現業機関で使用される時刻表や航路表には別所、姫化と表記される。当駅が設置に至ったのは姫路駅周辺の高架化工事のため、姫路駅の東側にあった姫路駅の代替地として当地が選定され、1994年3月21日に姫路貨物駅が開業したのが発端である。これを受けて姫路市では当地を 市の東部玄関口にふさわしい居住、商業、物流の拠点として整備する事業を立案推進し、旅客駅が誘致され、2005年3月1日に当駅が開業した。ホーム12両編成対応の相対式ホーム2面2線の地上駅。改札口は北側に1カ所設置されている。南側に姫路貨物駅が併設されているため、北口のみの設置である。 互いのホームはエレベーターを併設した、古戦橋で連絡している。トイレは改札外に設置されている。アーバンネットワークエリアに所属しており、アイコカ及び定型 IC カードが利用できる。駅業務は JR 西日本交通サービスへ委託されており、姫路駅が当駅を管理している。緑の窓口は2015年3月13日をもって営業を終了し、3月14日より、 緑の券売機プラスが稼働している。当駅で使用されている接近メロディは当駅が開業する前の1997年3月8日から JR 神戸線内の各駅で導入されている。サザナミに加え列車接近表示器からメリーさんの羊が流れる。日中時間帯は1時間に2本が停車する。朝席時間帯は本数が多くなる。三宮。 大阪方面の上りは一部を除いて加古川駅で新快速に連絡している。列車種別は大半が西明石駅から快速であるが22.23時台には西明石駅の普通列車が設定されている。下り列車は大半が姫路駅または阿保市駅であるが朝晩には上郡駅や高線直通の晩州阿光駅が少ないながら設定されている。 以下に発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。開業前の予想では1日平均約2000人の乗降客を見込んでいた。兵庫県統計省によると、2019年度の1日平均乗車人員は1924人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅前ロータリーに新規バスの停留所がある。 停留所の案内表記は別所駅。ありがとうございます。